はい、私の後ろにある慰霊塔からまっすぐ10キロ先に墜落現場があります。午後6時から慰霊式典が始まるのを前に、現在受付が行われています。遺族は今日朝早くから家族が命を落とした山に入り、現場の墓標に花を供えたり手を合わせたりしました。遺族の高齢化も進み、中にはなんとか登山を終えたものの、休憩用のテントで待機していたボランティアの手当を受ける人もいました。山の尾根にある慰霊碑の前では、オカリナの演奏に合わせて子どもたちがシャボン玉を飛ばしました。33年経っても思い返すと悔しいという思いが、効率性とか経済性ではなくてね、やっぱり一番大事なのは安全。このあと墜落時刻の6時56分には520人分のろうそくに火が灯され、黙祷が捧げられます。